久保さん伝えるって難しいですね僕が想定してたのが、食って寝て起きる。ただそれだけです。<laughs> それは苦痛だと思います。漫画本も読めない、動画も撮れない、何もできない。まあ、何もしなくていい。<laughs> ていか何もしちゃダメっていう。だ何もしちゃダメが正解かもしれないですね。それは苦痛だと思います。要は暇でやりたいことをやるっていうのが一番ベストですね。<laughs> だから、なんだろうな、僕が、その、ニートの時に、あの、暇、なんだろうな、あの、やりたく、まあ、ゲームで、時間をゲームで潰してたんですよ。でも、そのゲームが本当に好きだったかっていうと、時間を潰すためにやってたんで、苦痛だったんですよね。あの、まあ、めっちゃゲームが好きだったらいくらでもできると思うんですけど、じゃあ、めちゃめちゃ好きかっていうと、ただやることがないから、 あのゲームに逃げていたっていう感じの使い方だったんできつかったですね。ニートの時とか。うん。だから、暇でやりたいことができるっていう状態が一番いいと思います。うん。でも、暇じゃないとやりたいこともできる時間ないじゃないですか。うん。だけど、何もできない。時間はあるけれど何もできないって、これまた苦痛だと思いますよ <laughs>。多分、 あのー、苦痛ななんじゃないですか、ねまあ、く久保さんレベルになったら「いや吉田さんいけます」って言うかもしれないですけど動画も撮らない漫画本も読めないなんだ、あのー、何もできないでも時間は暇っていう <laughs> これはね結構しんどいと思いますけどねまあでも久保さんはちょっとぶち抜いてるので隠居会の神ですから <laughs> 何か見いすかもしれないですね おそ365日庭をぼーっと見てああ草が生えたなとか <laughs> なんかそれで何か幸せを汲み取れるかもしれないですね僕はちょっと難しいなそれはうーんマンネリしちゃいますからね車に乗ってもダメみたいなね、まあ、全部や,るやれないやっちゃだめみたいなね <laughs> これはどうなんだろうな久保さんさすがにきつないですかこれは <laughs> まあ、散歩にも行っちゃダメとかね。あの、コンビニも行っちゃダメみたいな。まあ、ないですけどね。<laughs> 極論ですけど。まあ、伝えたかったのは、まあ、そういうことなんですよ。あのー、そういうことです。<laughs> とりあえず、もう、寝ると食べると、それしか、まあ、でもこれでも生きれるじゃないですか。これで生存はできますよね。食べて寝て排泄すれば。生きてはいけるんですよ。 生存はできますよね。命はつなぐことできるんですけど、多分きついと思いますね。うん。ただまあ、あのー、暇でやりたいことができる。本当に自分がやりたいなと思う。ゲームが好きだったらゲームやればいいだろうし、本読みたいと思ったら本読めばいいし、南の手を見たいと思ったら南の手を見ればいいだろうし、動画撮りたいなと思ったら撮ればいいだろうし、あのー、なんだ、あの車乗りたいなみたいなね。 きっっとと乗乗りたいなと思ったら乗ればいいいな思らればし自由にできるっていう、この環境を作るっていうのが結構大事ですね。自由に自分がやりたいことができる状態を作るっていうのが僕は一番いいと思いますね。その中で、あのー、なんだ、あのー、 まあ売り上げも作っていかないと、まあ、お金も稼いでいかないといけないわけですから、ビジネスしていくんだったらね、久保さんみたいになんだろうな、毎月その何もしなくても、ある程度金利ビジ金利でこうお金が入ってくるとか、そういう仕組みが作ってない場合は、僕なんかはそういうのないので、全くビジネスで売り上げ作ってますから、何かしらやらないとだめなんで、でもやるじ24時間の間に何かそれをやっていくい感じですね。うん だけど、それはやらされてやってるわけじゃなくて、自分であやらないといけないなとか、あ売り上げ作らないといけないなとかあるので、僕はね。久保さん売り上げ作らなかったとしても、別に、まあ、今は貯蓄もあるだろうし、毎月あの、フローで入ってくるものもあるので、多分本当に、そっか、塾が売れなくても、多分久保さん、生きていけますよね。僕の場合、商品売れなかったら生きていけないという状況なので、ポジショニングはちょっと違いますね。 だからまあ、ちょっと、うん、なんだろうな。ズレはあると思います。うん。もう完全に僕は陰居ではないですから。ただ、ネットビジネスやって、暇な時間っていうか、なんか自分がやりたいと思う時間をね、作るっていうことが大事かなと思いますね、うん。どれだけ。どっか行きたいなと思ったら行ける。うん、なんかやりたいなと思ったらできるっていうね。眠たいなと思ったら寝るっていう。でも、これ会社勤めしてると、 寝たいなと思った時に寝れないじゃないですか。ああ、起きないといけないとかね、うん。旅行行きたいなと思っても、すいません、ちょっとっていう、なんか、休み取らないといけないし。やっぱ自分で稼ぐっていうことは、やっぱ、一番いいんじゃないですかね。行ってらっしゃい。